マーロフシュタインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのエアランゲン・ヘイシュタット軍に属す、町村で、ウッテンドイと行政共同体を形成する。この町の見どころは白で、マーロフシュタイン城、アドリッツ城、アッツェルスベルク城、ラーツベルク城があり、この他にツイーブルンネンも見どころの一つである。この自治体は、エアランゲンの北東 7km の高台に位置する。 エアランゲンに近く、レグニッツ渓谷を演望し、南に、ニュルンベルクに隣接するフレンキシェ・シュバイスの高台は、人気の日帰り旅行の目的地となっている。この町は、公式には6つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。マーロフシュタイン上百2 8 8年にはすでに、マロルシュタイン・ハクヘルマン・ケラリウスという人物が、 記録されている。マーロフシュタイン議会は12議席で、これに主張が加わる。2014年5月1日から、エドワルト・バルツがこの町の町長を務めている図柄、黒と銀の強壁模様のもとは左右に分割。向かって、左は赤字に銀の四子。向かって、右は黒と金の斜め後分割。ありがとうございます。